こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、心理学講座第3番ということです。ABC 理論の続きですね。前回は自分の中で起こったいろんな出来事に対してどうやって克服していくかっていう話を ABC 理論で例えて説明しましたが、これが対人関係の場合、ちょっと違うので、えー、アルバート・エリスの考え方と僕の考えを交えて解説していきたいと思います。相手に対して起こる出来事、えー、まあ、結局ですね、 なんかこう相手とのトラブルっていうのがですね起こるとですね人間ってやっぱり起こるじゃないですかちょっとこう考え方とか価値観が違うともうこれはもう価値観が違うものっていうのはですねもう混ざらないんですよ例えばこうパーティーするのが大好きでどんちゃん騒ぎするのが好きっていう人もいれば例えばそういう そのパーティーとかうるさいから嫌だと。もう静かに、えー、僕は読書してる方が好きだとか。そういった考えの人がやっぱり一緒にいるとやっぱ辛くなるんですね。まあ、波動も違う波長も違うし、何もかもうまくいかないということですね。自分が趣味、思考が全く違うわけですから、一緒にいても要は共通する部分はない。うるさいのが好き、えー、うるさいのが嫌いみたいな。読書みたいな、こう、これが嫌いや、読書みたいなゆっくりするのが好きみたいな。こうなってくるともう全くこう、こう、それがね、こう、 うまくいいいってる場合はんですけど、こうまあ要は騒音問題になったりとかして要は最近もよくありますねそれで騒音でこう苦情が来てもトラブルになるっていうのはすごくよくあると思うんですがで怒りっていうのはですねまあ、えー、自分を守るために起こるものなんですねやっぱ起こるっていうことにして相手にこう伝えるっていうこともするしその怒りがガーって上がってエネルギーが上がってきた要はつまりこう自分がこう心がこう 壊れそうになっていることをこうエネルギーをガって出してすることによって、こう自分を守るために生まれてくる感情なんですねで。怒ってる間っていうのはこれがちょっと良くなくてですね、あのいい方に働けばいいんですけど、この怒ってる間っていうのは、まあ、相手より自分が上位に立てるわけじゃないですか。あいつってさこういう考え方するじゃんみたいな。 自分と対話して一人で考えてる時もそうだしに相手がいて喋ってる時もそうだけどあいつってさあいつってさってなると自分が合ってるっていう立場になっていってだんだん相手が相手がどん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 間違ってるって考え方にやっぱり凝り固まっていくんですね。これがあんまり続くと結局相手を攻撃したりとかそういう,こう社会的に良くない行動をとってしまうということこれが良くないというふうにアルバート・イリスは言ってるわけですね。 で怒りっていうのは、まあ、期待があったゆえに起こる感情であって要は相手っていうのは人間っていうのは自分に対してよくしてくれるもんだっていう期待があるから普通の人は「うるさいからやめて」って言ったら「あすいません」って言われるって期待するわけですよ。ところが「は?」みたいな感じで言われるとそこに怒りが。 こう来るわけでですねでも怒りって結第二感情こう動物には脳っていうのがあるんですが人間には大脳神秘質っていうのがあってこう人間が直立して歩行することによってできてきたこう部分部位なんですけどそれがこう例えば笑うとかそういったのは人間しかできないですよね犬とか猫とかって笑ってるの見たことないでしょあの漫画以外でねだからゲラゲラ笑ってる犬とかいるともう最高なんですけどねうちの犬もちょうどゲラゲラ笑ってくれるといいんだけどね なかなかそなあのすごいいつも真顔じゃないですか。要はそれってそういうこうそれ大脳神室って人間のつかさどる脳なんですね。でそれは結構その本能を結構圧迫するというか自分がこう,こうしたいって思うことを一旦こう止める。だから人間の脳って基本的にはバーンってこう攻撃された時にこう他の動物って攻撃されたらいきなり怒りがバーンって湧き上がるんですが人間ってすまずその「えなんで?」とか。 な自分なんかした俺が悪かったとか悲しみとか寂しさとかそういったものが生まれてきてでそれからこうだんだんこう自分の本,能本質がこう解放されていくわけですねそれが怒りになるわけなんですで伝え方っていうのはここのもともとのそのか最初に感じた「こうえなんで?」とかそういったものを先に伝えるとよくてか怒ってしまったことを伝えるとよくないこれはまたちょっとの別の動画でやりたいと思いますがまずはその怒りっていうのは 人間期待があったから起こるゆえの、えー、第二の感情なんですよっていう人間にとってはねっていうふうに覚えていただければいいのかな考えていただければいいのかなと思いますでエリスはですね他人の行動が嫌やばい徹底的に嫌がってあいつ嫌いと思ったらもうそれは嫌いでいいんですよそこをそこをもう変えなくていいよもうそこは全然変えなくていいただ 嫌いだからといって、相手が自分の思い通りになるような行為を求めてはいけない。要は、うるさいからやめてくれって言ったらああ、すいませんでしたって言ってやめてくれるっていう行為を求めない。え腐った行動を理由に人格全部を否定しない、非難しないということですね。相手が、要は、うるさい奴だから、横でパーティーをやっててうるさい奴だから、あいつは人間的に全てダメだ。要は、何度も言ってますが、坊主に聞くから今朝まで憎いっていう状況を起こさないということですね。 その人間っていうのは基本的に生まれてきて、生まれてきて、えー、自分のお子さんを持ってる方はわかると思いますが、もう祝福して祝福して生まれてくる子っていうのがほとんどなわけですよ。目に入れても痛くないぐらい、えー、可愛いわけです。もううちなんかも子供は可愛くて仕方がないわけですね。どんなに嫌な奴でもそうやって祝福されて生まれてきてるし、えー、その人が大好きな人っていうのが必ずたくさんいるんだと。だから、 そういう人の人格を全部否定しないという、これはもうアルバート・エリスの絶対やってはいけない行動なんですね。なので、過度の心配っていうのは、要はこう、古い時代の自己防衛本能、だから怒ったりとかもそうだし、あもうなんかつ辛いなとか、こう、はい、大丈夫かなとか、ああいう,こう心配事っていうのは、まあ要は、もうこう、 古い人間のこう、いわゆるその、昔のね、こう狩りとかしてる時代の人間として、その方がに、自分たちの防衛本能としては良かったんですけど、幸せに生きるかどうかのための機能ではないんだと、アルバート・エリスは言ってるわけですね。なので、こう、怒りとかそういったもので相手がこう、腹が立つなと思った時こそ、これはちょっと人間として一本引かなきゃいけないよということですね。いまいちな行動は、行動はあることは非難していいけど、その人自体を え、認めてあげるっていう行為はしてくださいねっていうことを言ってるんですね。共存できるっていうのがすごい大事。でも僕の意見としては、離れれるんであればそういう人には、まあできるだけ最小限にして走って逃げてください。もうその波長の違う人と一緒にいることほど自分の人生にいいことはないので、自分はやっぱりこう、 やっぱ頑張るぞって言ってる人ってやっぱり一人でもなんかブツブツ言う人が入ってるとうまくいかなくなるんですよ。そういう人はできるだけ排除する。排除できないんであればできるだけその関係を素にする。薄くするっていうことが。これが一番、えー、人間関係として大事かなと思います。ネガティブってねやっぱ映るんですよ。ネガティブなこと考え、考えてばっかり言われてると自分もネガティブな気分になるので。基本成功する人って 全部ポジティブに考えるので、これはあの、最初の頃にこう、コップ半分の水でやったと思うんですけど、成功していく人っていうのは基本的には全部ポジティブです。相手の批判もしないし、えー、そんなことしてる暇ないんですよ。自分がやることが、こう、見てるのが上なんで、こう、下のこととか見てられないんですよ。多少は言いますよ。多少は言いますけど、基本的に会話の8割、9割はポジティブなこと、俺こうしたいんだ、俺こうしたいんだっていうことばっかり言ってるわけですね。 会うと誰かの悪口言い出す人。これもう付き合っちゃダメですよ。ネガティブ映りますからえ。会うとこの社会とか会社の批判してる人。もうダメですよ、こんなの。会社とか社会とかうまくいくわけないんですよ。そういう風に作られてるんです。それ、そういう人生ってそういうもんなんです。それをどうするかっていうところ問われてるのに、そこを非難してもうしゃあないんですよ。スーパーマリオやっててですね。 えとクッパが出てくる。クッパの文句言っても仕方がないです。クッパがいなければなとか言って。クッパがいなければスーパーマリア成り立たないから。ね。クッパがいて、で、そのピーチ姫を助けるためのゲームなんですよ。クッパがいるから面白いわけでしょ。クッパがいなかったら、だからクッパの悪口ばっかり言ってる人は、もうどうしようもないんですよ。ルイージの悪口、もう助けてくれるやつなのに、そいつの悪口、あいつはさ、とか言って。俺がこう、この、 俺がコインを取ってる間にすごい邪魔するんだとか言って、いや、味方だからねそういったことをですね、こう、その悪いところ、このコップの水の半分の部分ばっかり見てですね、ああだこだ言う人って、これもうね、ネガティブなんですよ。ネガティブな人はもう、 ネガティブ同士も集まればいいので、ネガティブ同士の人はもうネガティブ同士で集まっていただいて、ずっとネガティブなことを言っていただければいい。いいそういうふうに作られてるんです。もう頑張りたいという人はネガティブから抜けましょう。なのでそういうことを言ってる人は、一見仕事ができるように見えるんですよ。だからこう、あいつってさ、こう評論してるわけでしょそういうあいつってさ、まだまだ下手だよねとか、あいつってさ、なんかすごい仕事できないよねとか、あいつってこ,こう、こういうとこあるよねとかって言ってると、 一見仕事ができそうに見えるんですけど、その人って何をしようとしてるかっていうと、自分より弱い人間を味方につけたい。それだけなんですよ。だからその人のレベル以上は上に行くと怒り出すんですね。だからそういうことをする人のところにいると、そこから上に行けなくなるんですよ。もうマインドセットされてしまうんで、自分がうまくいかないときは人間関係をよく見ましょう。お金持ちになりたかったら、お金持ちの人と一緒にいる。うまいミュージシャンになりたければ、うまいミュージシャンと一緒にいる。これはもう基本ですから。 えー、そうじゃない人でこうブツ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 言っても絶対うまくならないんで嫌な行動をする人が見つけたらですね基本的にはその人と関係を薄く,くするっていうことがで、えー すすごい大事ででね。できる限り距離を取る。距離が取れない,取れないんだったらその時間としての距離を取るというふうに考えていただければと最低限のことはしなきゃ挨拶とかしますし最低限のことはしますよもしくは親だったらちゃんと最低限のこうケアはするんですけどそれ以外にはもう関わらないというのが一番いいですね。でその人が結局その人のもうこれはもう課題の分離ですからその人が良くなるかどうかはこっちが決めることじゃこうが決めることなんで。 向こうが良くなれば付き合えばいいし、向こうが良くならなければ付き合う必要はないんです。そういうことです。もうそこでもシンプルですから、世の中っていうのはね。で、 じゃあ実際 ABC 理論ってどういうふうにやるかっていうと、まあこうシートに書き出してやっぱ考えないと良くないですよ。まあこれはパソコンで書き出してもらってもいいと思うんですけど、まず出来事っていうのがあって、これが、これはアルバート・エリスがやった実際のカウンセリングのやつの部分をこう抜粋して持ってきてますが、まあ臨時が毎日パーティーをしていると。で、結果がうるさくて睡眠が取れない。仕事に触ると。 だから彼としては非合理的考え。彼らの行動は対応は不適当で耐えられない。これはもう先ほど言ったみたいな事例なんですが、えー、パーティーをしてるのでやめてくれって言ったら、はぁみたいなこと言われたと。 実際に適切なな対応されなかったそれに対して彼はどうしたかというと、えー、息子を殴ったりとかして実際に捕まえそうになったりとか、えーまあ、規制を上げたりとか彼らを攻撃しようとしたりとかこういう事件よくありますよね殺戮したりとかする事件があると思うんですがそこまで行きそうになってたとで、まあ、カウンセリングに来たとでまあ反応自分で反応を考えるんですけどまあ彼らの悪いことを耐えることは、まあ、例えばイヤホンをして音楽を聴いたりしたりとか。 えすることによって、まあ耳栓をしたりすることによって、まあ可能ではあるよね、というふうに、こう自分で反論していく。でも、まあ時間かかるんですよ。これすぐにできたことじゃ何週間も何ヶ月もかかって、この考えに至るわけですね。最初はですね、自分は悪くない。人間誰もみんな自分が正しいと思ってますから、やっぱり自分は悪くない。相手が変わるべきだ。相手が変わるべきだ。ってずっと言い続けるんですが、まあ、 最終的にそこに来ると考えてみなさい、考えてみなさいって言われるもんだからこうやって書いていくわけですね。で自分で書くとなんとなく腑に落ちてくるわけですね。で、効果的な新しい考えっていうのを彼が結局激怒したりと止めるというひどいことをしなくなっているわけですね。これを考えることによって。で、まあ、 ただ、強い不快感と苛立ちだけになったということなんで、普通の人からすれば、まあ、そこまでって思うかもしれないですけど、こっから先はですね、自分で、例えばスポーツをするとか、ストレスを解消していくとかね、カラオケに行くとか、まあ、この時代にカラオケがあったことは知りませんよ。だけど、そういったことで、自分で解消していく、こういう、強い不快感とか苛立ちっていうのは、自分で解消していくしかないんで、そこを何とかするってことはできないじゃないですか。でも、隣人との関係っていうのは、これ以上、 悪くはならならかったわけですね最悪で実際にあの子供を殴ったりとかした時にはですね実際に警察に、えー、呼び出されたりしてるそうなんですね。なのでこういったこれ以上ひどいことが起こる前にこうセラピーをすることによって最小限に止めれたという事例なんですが要は自分が何かあった隣人とが毎日パーティーしてるうるさくてここに刺るもうこいつらやめろよっていうふうに思った時に。 この非合理的な考えこれを非合理と考えるのがなかなかこう自分は正しいと思ってるからできないでしょ例えばそれを隣がうるさくてもこっちもパリピだったら全然平気なわけだし、えー、パリピじゃない人でも比較的みんな我慢できてるわけじゃないですかその人はどうしても我慢ができないっていう考えこれは非合理なんですねだからそのままこう抑え込んでいくっていうことこれが、えー、大事だということですねまあ、えー、先ほども出てましたが人生ゲームなんですよ スーパーマリオでいうところで言うとですね、えクッパを倒すゲームなんですね。だから自分に解けない難題は出ないって、これは僕は思ってるんですね。これ生まれてくる前にね、こう多分僕のイメージですけど、僕はね、神様ってね、別にあんま信じてるわけじゃないですけど、いると思ってるんですよ。で神様とね、多分こう、えー、こう一緒にこう、いて、こう、で、こう、お前どれをするみたいな。で、あんまり簡単なゲームだと、まあ、ポイントあんまたまらんよ、みたいな。 だから、まあ、お前これぐらいいけるんじゃないって言って、来てるって僕は思ってるんですね。そういうふうだと思ってるんです。で、まあ、自分に解けない難題は出ないように作られてると思ってるんです。だから最初に僕がこう心理学を勉強しに行った時に先生に聞いたんですねで。こういう人でこういう人でもうどうしようもない人で、この人と付き合うのすっごいしんどいんですって話をしたら、よかったね、おめでとう、みたいな。えー、ラスボスだったんだ、最初に、みたいな。えみたいな。あれそ、そんなふうなのみたいな。 要は君は人生を通して付き合うラスボスなんじゃないのそれさえ攻略してしまえばもうどの敵だって倒せるよみたいな話をされてああみたいな,などえそう,そうじゃなくてって何回も言いそうになったんですが結局、まあ、それでうまく丸め込まれたみたいな感じのイメージでしたけど考えてみると本当にその自分の人生のラスボスかな僕離れちゃってますけどねその人とはね でもまあ、波長の合わない人とは存在を認めるけど、えー、走って逃げようっていうのが、これは僕の考えですね。えー、あんまり我慢してたらしんどいんで、あの、本当にね、世の中こんなに人がいるんで、自分とめちゃくちゃ波長があって、よし、頑張ると、よし、良くしていくぞっていう考えの人は世の中いっぱいいるんですよ。そういう人、そういう人を、変な人と付き合ってると、その人と出会うは失っていくんで、走って逃げましょう、そういう人とはね。 1>, 1分1秒もったいないですからそういう人たちと一緒にいるんだったら自分一人で何かしてる方がずっとマシだし、えー、他に、ね、いろんなところに顔を出してる方がじ絶対に自分と本当に波長の合う人が出てきますから、えー、そうやってもう他人の批判とかこうないことばっかり言う人と一緒にいたって絶対うまくいかないですからね、えー、そういうふうにしていただければと思います最後に前回も言いましたが、えー、アルバート・エリスは死ということは最悪ではない人は必ず死ぬから みんな死ぬようにできてるから、死んだとしても最悪ではないんだと。死んだら実際最悪って感じてられないでしょだから最悪じゃないんだ。っていうふうにアルバイトエリスは言ってるんですね。性格は変えられない、それでも人生は変えられるという,こう本を読んで、まあ、私なりの要約と、えー、私なりの解釈、私なりの人生解釈をお話ししました。えー、皆さんのお役に立ってもらうと、えー、非常に嬉しいですが、本日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。 今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。